さえも許されない超高速の MS チームバトル。こいつが対戦ゲームの歴史を変える。圧倒的ボリュームで送る VS シリーズ最終形がガンダム30周年を締めくくる。歴代ガンダム作品から総勢60機以上のモビルスーツが集結。原作の名場面の再現、作品の枠を超えた共闘、奇跡の 2on2 バトルはネクストステージ。2010年春に映像化が決定した機動戦士ガンダムユニコーンがゲーム初参戦。圧倒的な性能を誇る機体をぜひ使いこなしてほしい。新要素も多数搭載。敵機として立ちはだかる巨大モビルアーマーとの戦闘、そして新たに追加された個性あふれる機体の数々、さらに無限の可能性を秘めたネクストダッシュシステムにより戦略性が大幅にアップされる。2人で協力、4人で対戦、いつでもどこでも 2on2 バトルが楽しめる。俺たちの戦争は終わっている。自分だけのオリジナルチームでミッション攻略に挑むネクストプラスモードを搭載。機体のカスタマイズ、通信協力プレイも可能。君は全てのミッションをクリアすることができるか。プレイステーションポータル専用ソフト、機動戦士ガンダム、ガンダム VS ガンダムネクストプラス、12月3日発売予定。